宇宙船ビーグル号の冒険は1950年に発売された a e 版ボークトによる長編 SF 小説。タイトルはチャールズ・ダーウィンの著書ビーグル号航海機の文字儀である。1000人ほどの科学者と軍人を乗せた巨大宇宙船ビーグル号が宇宙の各地で様々な超能力を持った宇宙生命体と遭遇した際の出来事を描写する作品であり、 雑誌に発表された4作の中編に過筆訂正を加えて長編に仕立てた作品である。各中編の書出は以下の通り、執筆、発表順と物語の順序は異なっている。ブラック・デストロイヤー、アスタウンディング1939年7月号、ウォー・オブ・ナーブス、アザー・ワールズ1950年5月号、ディスコード・イン・スカーレット、 アスタウンディング1939年12月号 M33 インアンドローメダアスタウンディング1949年8月号ブラックデストロイヤーはバンボークとの初めての SF 小説でもあるブラックデストロイヤーはジョン・ W ・キャンベル編集長に絶賛されすでに人気の確立していた CL ムーアの作品を差し置いて表紙への題材に選ばれての掲載であった 中村徹は、ブラックデストロイヤーの魅力を、以下のように分析している。怪物の視点に立った物語作りは、バンボークトのオリジナリティとして、多くの論者から高く評価されている。水鏡子は、SF 界で類を見ないと評価するとともに、バンボークトが無意識のうちに、シートン動物気の影響を受けていたのではないかと、推測している。中編のうち、ブラックデストロイヤーは、 黒い破壊者として、オーオブナーブスは、神経線として単独でも翻訳されている。ありがとうございます。